9時間があるということで、今ここでレクチャーをしてくれています。上からそうだね、もう少し、はい、で、この後で、これをこの後で、リスキーは2センチぐらいですね、氷を入れたら、そして、はい、何杯入れない、はい、それから武士館で、武士館見ました。あ、武士館、武士館武士館どれや、武士館どれや。一応果汁を、100% の果汁をもらったので、どれぐらい、ちょこっと、そう、ワンパンティーぐらい、とりあえず、ハイボールには武士館があるということで、はい、小西先生、どうぞ、飲んでください。コメント、あの今回サントリーさんに協賛いただいたんですけども、今ハイボールが非常にこう全国ブームでして、いろんなご当地ハイボールっていうのを作ったらどうですかっていう働きかけをしております、はい、まあ、こうしたら武士館とか柚子とか入れたハイボールで、まあ、徳島だったらすだちとか大分だったらカボスとかっていう、その土地の産地とハイボールを合わせたのも、いろんなところに行ってもらってるようです。もちろん直七を一つ、はい、私が手際よくハイボールをあっち入れたのか時間にも違う、直七のみかんをここより、まあ、みかんを直七のみかんは青い分だったでしょ、これでしょ、優秀結構たくさん、そうですね、これ本当はこう絞った方がいいですか、お玉で、青玉の時は青玉で絞ってやってください。私のところも冬場は全部、はい、絞ったやつを搾取したやつ全部やります、はい、ある時は絞った、はい、青玉の武士館とかが